それでは定例会見を行います。私の方から一点発言をさせていただきます。本日ですね、政府与党は共謀罪法案の審議入りを強行しました。でこの法案の内容、審議の進め方ともにですね、絶対に認めるわけにはいきません。で法案の内容について言いますと、大きく言って3つの大問題がすでにはっきりしていると思います。第1は心の中を処罰する違憲立法だということです。で何を考え、何を合意したか、これが処罰の対象となります。思想、良心、内心の自由を保障した憲法を蹂躙する、文字通りの違憲立法です。物言えぬ監視社会を作るものとなります。第二はですね、一般の人が処罰の対象になるという問題です。組織的犯罪集団を対象とするといいますが、それを判断するのは誰か、これを詰めますと、捜査機関だと。こうなりますと、無限定に広がっていくことになります。市民運動、あるいはサークル活動なども含めて、無限定に処罰の対象が広がることになります。一般の人が処罰の対象になる。そして第三にですね、テロ対策と関係がないということです。で組織、国際組織犯罪防止条約の批准のためといいますが、この条約は、テロを対象としていないということはすでに明らかにされているとおりであります。大きく言ってこの3つの大問題、その他にもたくさんの問題ありますが、この違憲立法は廃案にするしかない、この立場で臨みたいと思います。加えてですね、審議の進め方、についてもですね、与党のやり方というのは議会制民主主義を踏みにじる許しがたいやり方だと言わなければなりません。乱暴極まるやり方です。先に提出された刑法改正案を押しのけて共謀罪を先に強行しようという姿勢です。これは国会のルール違反と言わなければなりません。それから与党の側からですね、審議が始まる前から連休前、あるいは30時間で衆議院を強行するという声が聞かれますが、とんでもないことです。これだけのもうたくさんの問題が満載されている法案、そして法務大臣は法案ができたらきちんと説明すると、あれだけ答弁した法案をですね、もう出口先にありきで通すなどということは絶対に認めるわけにはまいりません。我が党としてはですね、徹底審議、野党共闘、国民運動、この力で必ず廃案に追い込むために頑張りたいと。以上です。あとはご質問ありましたらお答えいたします。はい、はい、共謀罪とはちょっと違う話になるんですが、今日も本会議でいろいろ質疑出てました、今村復興大臣の件ですが、改めて委員長のご見解と、辞任、要求等についてお考えを伺わせてください。復興大臣は辞任すべきだと、辞任を要求します。でこの発言というのはですね、いわゆる自主避難者の方々のに対する住宅支援が打ち切られたという問題について質問されたのに対して、自己責任だと答えたんですね。でこれはもう原発の被害という問題を全く無視した暴論です。まさに今起こっていることがですね、人災で起こったのではないと、もう自分たちの責任だということになりますと、原発被害自体を、無視するというまさに暴論でありまして、これはもう復興大臣の資格なしと言わなければなりません。ですからこれ辞任を私たちは強く求めたいと思います。はい、今の関連ですけれども、結構午前中の国会で
野村大臣はまあ自分の発言について釈明されて、少し誤解が見えてしまったというようなことを言っているんですが、それでは、その発言も私も拝見しましたけど、こういうものはね、最初に言ったことが彼の認識を示しているわけですよ。ですからこういうね、自主避難というふうに言われますけどね、好き好んで避難しているわけじゃないんです。原発災害によってですね、原発事故の災害によってですね、もう避難余儀なくされているわけですよ。そういう方々の苦悩に対して、これを自己責任と言った、この最初の認識がね、彼自身の認識なんですよ。あるいはその程度の見識しか持ってないということがね、もうそこで明らかなわけです。ですから今日何を言おうと、それはダメだと、辞任しかないと、まあ、こういう方がね、復興大臣やっていてもね、これはね、福島の復興、これ全く被災者の方々の心に、痛みに心を寄せるという立場がないわけですから、これ復興はできません。はい、どうぞ。それは、まあ、金田大臣も稲田大臣も確かもう4年後に出してます。彼らは、ね、安倍総理大臣の任命責任ということについてはどういうお考えでしょうか。全てにわたって任命責任があります。で、稲田大臣の問題、これ PKO の問題で大きな大臣失格という問題が出ました。金田法務大臣の問題、これも立法府に対して質問するなと言わんばかりの文書を流していたという問題が出ました。それから今回の復興大臣の問題、次から次へ出てくるわけですね。この状況というのはですね、安倍政権自体がもうモラルハザードに陥っていると、深刻なモラルハザード政権だと、もう一人の問題じゃありません。もう次から次へ出てくる。ですからこれはね、それぞれについて首相の任命責任深刻ですが、首相自身の資質、資格が問われていると。私たちは安倍政権の打倒ということを野党で一致して求めておりますが、それがいよいよ大事だということを言いたいと思います。はい、どうぞ。はい、高齢化関連のことでちょっと質問をお願いしたいんですけれども、まあ、立院長の準備会から鈴木宗男さんがですね、来週6年半ぶりにロシアのモスクワに行くということで、まあ、いろいろ友人とも騒いだんですけれども、まあ、こうした安倍政権含めてなんですけれども、このロシアのとの外交についてですね、とですね、まあ、こうした鈴木さんの動きについてどういう鈴木さんの動きについては私は特にコメントありません。ただこのいわゆる千島問題をめぐる安倍政権の対応の一番の問題点というのは、かねてから言ってきましたけれどもね、なぜこの領土問題が起こったかといえば、第二次世界大戦の最後の局面でですね、スターリンがヤルタ会談で千島列島の引き渡しを求めたと。それに米英が応じてヤルタ協定が結ばれた。それに拘束されてサンフランシスコ条約で千島列島を放棄してしまったと。ここに原点があるわけですから、この第二次世界大戦の戦後処理の不公正を正すというところにきちんと立ってね、根本的な交渉のやり直しをやらないと一歩も前に進まないと、このことを言ってまいりました。ですからこの立場での私たちはこれまでの交渉のやり方の抜本的な再検討を求めていくということです。はい、どうぞ。はい、カジノについてお伺いします。カジノ、はい、今日政府が最初の会合を関連に入って、カジノの IR を推進するための実施法案について企画書したんですけれども、共産党の考えは改めてどうでしょう。私たちはこのカジノというものをですね、いわゆる成長戦略の柱に据えるというのは全くの邪道であって反対です。で、これはですね、カジノというのは結局何も価値を生み出すものじゃありません。人の金を巻き上げてその上に成り立つ、人の不幸の上に成り立つ、そしてギャンブル依存症をひどくするものであってね、これ社会にとって、
有害無益なものです。でこれをですね、主張戦略の、柱にするというのは根本的な邪道だと、それは私たちの考えです。はい、他いかがでしょうか。よろしいですか。なおですね、明日行いますが、核兵器禁止条約の国連会議に私参加してまいりました。それで我が党としてのですね、立場をさまざまな機会に表明してまいりましたけれども、明日詳しく話す予定ですけれども、この会議はの第一会期はですね、私たちの想像を超える驚くべき成果を上げたというふうに言っていいと思います。で最終日にですね、ホワイト議長が、閉会宣言をやったんですが、その宣言の中で7月7日の第二会期の最後までに核兵器禁止条約の、採択することになるだろうということをですね、宣言されました。でもうすでにですね、この第一会期の中でも核兵器禁止条約について、原則と目的、それから禁止の内容、そして制度的な手続きなどのいろんな側面について、あらゆる側面からのもう検討が行われました。交渉はもうずっと詰まってきている。であとはですね、条約の細部の仕上げというのが今の段階になってきています。ですからおそらくね、ホワイト議長の言うように、7月7日の第2会期の最後までに歴史上初めてのね、核兵器禁止条約が、採択される可能性が強まっていると言っていいと思うんですね。でこれが採択されるということになりますと、歴史上初めて核兵器は違法化され、この兵器にですね、悪の烙印が押されることになる。ですから核保有国は最初は参加しなくても追い詰められて、その政策変更を促されることに必ずなっていくと思います。ですからこの世界の動きというのは極めて重要で、この流れに背を向けている安倍政権の立場というのはね、被爆国政府としてこれでいいのかということは厳しく問われる局面になってくると思います。この問題について明日お話しさせていただきたいと思いますので、ぜひ参加していただければと思います。どうぞ。はい、ちょっと前の話で4月からですね、新聞赤旗のですね、言語の表記を提起するということがあって、この理由と狙いを、これはね、赤旗の社告でも出しておりますけれども、この読者の方々からね、やはりそれが併記されていた方が便利だという声が多かったからです。でこれが理由です。で私たちは元号の使用を強制することには反対なんです。ただですね、それをいついかなる時にも使うことに反対という立場ではありません。ですからいろんな便宜上ですね、それを使うこともあり得るということですので、ですからそういう読者の皆さんの、声にも応えて、そういう措置を取りました。よろしいでしょうか。はい、ありがとうございました。はい、どうも。